松本です。龍二です。ハンピレイです。わっしょい。はい。あら、龍二、掃除？ああ、もうめんどくさいね。だいぶ片付いただろ。すごい な。これ全部片付けた。そうやで、お前。おちょっとハサミ取ってくれ、ハサミ。一人暮らしだったわ。怖いな。あ、ごめんね。誰もおらんのか。あ、ちょっとあったあったあった。ハサミ。あ、クリームパンだった。なんでそんなもんあるんや。ごめんごめん、これちょっと。何やこれ。後で食べよう。いや、大丈夫入れん方がいいよ、そんなポケットに。いや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 。ほんまに。片付いた、片付いた。あ、ちょっとちょっと、リュウジ。はい。お前、これ。うん。これ一番新しい土砂災害ハザードマップじゃん。もうダメよこれ捨てたら。新しい土砂災害ハザードマップ、うん、ちょっと聞こえなかったらもう一回言ってもらっていい？いや、そう言ったんよ俺。え、聞こえてるから。あ、そう。いや、これね、大事な情報が書いてあるからさ、ちゃんと確認せんと。自分の家がどういう場所に立ってるのか、これ確認するのは大切で。なるほど。お笑いコンビハンピレーの防災知識増やしてリスコハンピレー。土砂災害とは、崖崩れや土石流などが人の住んでいるところに入り込んできて、そこで家が壊されたり、人の命が奪われたりする自然災害の一つです。崖崩れや土石流などによって、人が住んでいるところにどのような危険があるのかを教えてくれるのが、土砂災害ハザードマップです。土砂災害警戒区域図とも言います。この図の中で黄色で塗られた部分がイエローゾーン、土砂災害警戒区域と言います。そこには、過去に、崖崩れの土砂や土石流の土砂が流れ込んで溜まった痕跡があって、そういうようなものが地形情報などから得られたところであることを示しています。その中でも特に命の危険があるようなところについては、赤い色で塗られているレッドゾーン、土砂災害特別警戒区域といって、普通の日本家屋が崖崩れの土砂や土石流の土砂によって破壊されて、中にいる人の命が奪われてしまう危険のあるところを示しています。オレンジは、あ、ここら辺だ、うん、やば、レッドゾーン中やで。本当やな。うわ、危ない危ない。これ一体どんぐらいの雨が降ったら危険なんだろう。おお。土砂災害発生の引き金となる降雨を体験できる装置が、国土交通省中国地方整備局中国技術事務所にあります。2014年平成30年8月豪雨や、2018年7月の西日本豪雨など、広島で起きた災害の降雨パターンを再現することができます。今回は特別にゲリラ豪雨に匹敵する雨と風を体験します。それではお願いします。おお、すごい。お、寒い。いや、うわ、すごいすごい。これは10メートル。これうわ、すげえ。10メートル。この強さ、前が見えないです。風10メーター。扉が開くな。これは強い。やばいやばい。これ止めて止めて、ダメダメ。お疲れ。ずぶ濡れよ。10メートル風、これでやばいやばい。もうこれすぐもう避難した方がいいよ。これすごいな、リュウジ。今日は黒いパンツだね。いや丸見え、やばい。クリームパンもダメ。いや、いつまで入れとったんや。ほんまにもう、いや怖っ。どうでした？すごく恐怖を感じますね。もう傘意味ないもん、この通り。確かに。リュウジさん、びちゃびちゃになってしまいましたね。レッドゾーンの範囲は、近年の大雨のように数百年に一回しか降らないような激しいものになるときには、この図に示されているよりも幅も、それから長さも大きな範囲でレッドゾーン相当の破壊力のものがやってくる場合もあるので、注意が必要です。土砂災害危険度情報は、広島県防災ウェブ、広島県土砂災害危険度情報システム、またはテレビのデータ放送などからリアルタイムで確認できます。大雨で土砂災害の危険性があるときは、直ちに避難してください。ハザードマップはお住まいの市役所、区役所、役場などで配布しています。身近にある危険な場所を事前に確認し、災害に備えてください。防災知識を増やして リスコ、アンプレー。またねー。これがダサい。